カマアシムシは、節足動物門六脚アモンなアゴツナカマアシムシ、木に属する動物の総称。前足をカマのような形に持ち上げているところから、その名がある。内アゴツナンティンヤサは、昆虫に近縁でより原始的なグループで、他に、飛び虫目と小虫目が含まれ、昆虫と合わせて六脚類をなす。主に土壌中に生息する。触覚はないが、 ニセと呼ばれる触覚が退化したと思われるものがある。体は細長い。胸部にある三体の足のうち、前足を持ち上げ、その先端部分を前方に折り曲げ、まるで鎌を構えたような形にしている。ただし、鎌切りのように捕食用に用いるわけではなく、多くの感覚網が並んでいる。腹部は細長く、腹部第一から三節には小さな腹足の痕跡のような付属子がある。 また、腹部の大切は、成長によって増える。このような性質は昆虫にはない。土壌性で、食性は、菌食性で、古くは、菌根食と言われていたが、最近ではもっと幅広い土壌性の菌類の菌糸に、後期を突き刺して、菌糸内部から餌を吸収することが、解明されてきている。しかし、その種素性は、軽微な土壌の人為格乱にも極めて敏感に、 反応し、土壌中の自然環境を知る上で重要な指標になる。日本では戦後に飛び虫目の研究者である吉井良像によって発見されたため、長らく吉井虫という名で通っていたが、最近ではカマーシ足虫を全体の名として用いることが多い。現在では多くの種が知られ、いくつかの都がに分けられている。しかし、毛の配置などに特徴があるものの、 その外見は全てがほぼ同じである。現在日本語で出版されている、この分類群の最も詳細などを用の文献は、東海大学出版会の日本産土壌動物検索図説である。ありがとうございます。